今時刻は深夜の2時を回ろうとしているところなんですけれども、ついさっきセブンイレブンの方行ってきまして、春木屋監修チャーシュー麺というのをね買ってきてしまいました。普段ですね仕事してる時とかあんまりちゃんとね食べないんですよ。でたまにねこう贅沢がしたくなる時がありまして買ってきてしまいました。今もう温めたんですけれども、この春木屋っていうねラーメン屋さん、武蔵先生はねあまりねよく知らないんですけれども、ちょっと美味しそうだったんで買ってまいりました。こんな時間にね食べちゃって大丈夫なんでしょうかというね声が多数上がるかと思いますけれども、普段ね本当ね質素な食事ばかりなんでね、たまにねこのようなものが食べたくなるということで、早速開けていきたいと思います。はい、今ね開けてみました。麺はね、中太麺で、チャーシューが、これ今胡椒かけちゃったんですけれども、チャーシューがですね4枚も乗ってますね。まあチャーシュー麺ですからね。あとメンマがほんの少々乗っております。こんな感じですね。さあお味の方はどうなんでしょうか。セブンイレブンのラーメン美味しいよね。でも一番好きなのはローソンのお蕎麦かな。こんな感じの麺ですね。麺はねすごい歯ごたえがあります。ですごい醤油、すごい濃厚ですね。濃厚なんだけど後味がすっきり。つけ麺でもいけそうなぐらいの中太麺ですかね。武蔵先生はね家系ですとか、あとあの天一ね、天下一品、あいこっテリしたのがものすごく好きなんですけれども、疲れてる時はこうあっさりいきたい、美味しい。ただねこういう魚介の出汁、これ魚介だよねきっとね、魚介の出汁のこうねスープって冷めてくるとねちょっとあの魚臭さが目立ってくるんで、熱いうちに食べたいですね。じゃあちょっとねチャーシューと麺を一緒にいってみたいと思います。普通にチャーシュー、美味しいです。これでお値段がね550円税抜きだったかな。税込みかもしれない。武蔵先生ラーメン食べるとね必ずこうね洋服に飛ばしちゃうんだよね。まああの普段撮影してる時なんかはねどうでもいいような部屋着しか着てないんでいいんですけれども、あとあんまりこうズルズルズルってねすするのがあんま得意じゃなくて、ズルズルってね勢いよくねすするとね咳込んじゃうんでね、まあ美味しいですね。なんだっけな、僕家系が好きなんですけれども、確かねファミマで家系のラーメン、こういうラーメンね売ってるんですが、あれはね正直ちょっと残念でしたね。2回ぐらい食べたことあるんだけど、なんかちょっと違う。まあこういうなんでしょうね、ラーメン屋さんが監修したラーメン、カップ麺とかもいっぱいありますけれども、監修したりコラボしたり、なんだかんだ言ってやっぱりね実際にそこのお店で食べるのが一番美味しいですよね。そのこういうので完全に再現できるわけがないから、完全に再現ができちゃったらねみんなお店行かなくなっちゃうもんね。でファミマのね家系ラーメンはちょっとで、ね、残念だったかな。ちなみにいつも固め多め濃いめでね頼んでます、どこの家系行くのでも。油多め、味濃いめ、麺固め、細麺の豚骨ラーメン
あの替え玉できるようなね、ああいうラーメンはそうだね、針金か最初は粉落としでいくかもしれないね。で替え玉した時は針金かな。粉落としをね替え玉で使っちゃうとスープがねみんな吸われちゃうんで、普段あまりねこういうものは食べないんだけれどもね、あんまり体にねやっぱいいイメージがないから。でもね、まあたまに食べる分にはいいかなと。うん、いつも思うんだけど、ラーメンにしろ、おそばにしろ、うどんにしろ、パスタにしろ、一人前の量ってものすごい少ないよね。だいたい麺は 100g だよね。うん、少なすぎる。なんでなんですかね。うまい。うん。つけ麺の麺食べてるみたい。じゃあね、チャーシュー最後の1枚いただきます。武蔵先生はちょっとね、おちょぼ口なんですよ。なんでね、食べるのが結構下手でね、よく唇の周りとかにつけちゃうんですよね。はい、ということでごちそうさまでした。この春木屋さんのラーメンっていうのは食べたことないんですけれども、まあ普通に、うん、美味しいですね。あのカップラーメンよりも全然。そう、今日ね朝仕事から帰ってきた魔界村ね、今日発売の、すっごい疲れてたね。ステージ 1,2 だけでもう多分ね100回以上落ちてんじゃないかな。ものすごい疲れてね、あそこまで難しいと思わなかった。魔界村も相当難しかったけれども、もうそれのはるか上を行く難しさでしたね。まあ今の、若い方なんかはね、みんなゲーム上手い人ばっかりなんで、もしかしたらサクサクね進めちゃってるのかもしれないんですけれども、武蔵先生はね、ほんとね、もうどのステージのどのシーンも苦手、うん、なんだけどね、やっぱり魔界村ほんと大好きなんで、引き続きねやっていきたいと思います。ステージ2のねドラゴンがね倒せなくてね、ちょっとそこで最後もうね疲れてね、心も折れて一旦ね、中断してるところなんですけれどもね、ちょっと選んでない、選択してないステージなんかもねちょっと見てみたいし、続きをやっていきたいと思います。ということでね、今回はセブンイレブンのラーメンをちょっとね深夜に食べてみましたという動画でございます。